6番、ギャンブルルーム収まって7とスタートしました。 ーーススタートは6番番ギャンンブルルーム内から1番のダノンスイッチ各場でを伺うような格好で先手を取るのは2番のメイプルギャングか、外3番クイックバイを2頭並んで2番のメイプルギャングが出ていきました、体半分差、3番クイックバイを2番手3番手のインコース1番のダノンスイッチ差がなく5番ブルーミンデザインその外4番の GT 無敵ここまで前から4馬身ぐらいの圏内です。それからやや ラチから離れたところを通って6番のギャンブルルームが後方から2投目最後方7番湘南ハウル先頭からおしまいまでは6馬身ぐらいの圏内で外回りコースに入っていきます。残り1200メートルスタンドから一番遠いところを目指していきます。 2番、外国サンバメイプルギャングが先頭でリードが1馬身半ぐらい単独の2番手、3番クイックバイオ3コーナーのカーブに入りました残りあと 1000m ですその後ろ3番手は2頭外を通って4番 GT 無敵内から1番ダノンスイッチ前からは3馬身5番のブルーミンデザインが続きます後方7番湘南ハウル6番ギャンブルルーム最後方800を切りました 1000m は1分2秒0での通過になりました長い直線を使って上がりの勝負になりそうです 2番のメイプルギャング先頭3番のクイックバイオが並びかけていって600切りました坂を下っていきます 3番でグループ外目から7番の湘南ハウルは外を通って進出1番のダノンスイッチはインコース4コーナーから直線いやいや馬場の中ほどに出して2番のメイプルギャング先頭ですが外から3番クイックバイオ7番の湘南ハウル追い込んできた内には5番のブルーミンデザイン1番ダノンスイッチずらっと広がった最内ただ1頭6番ギャンブルルームギャンブルルームが最内沿いから伸びてくるさあ残りあと200を切って坂を上がる6番のギャンブルルームが先頭だ突き放した3馬身4馬身のリード5番のブルーミンデザインと7番湘南ウル 先頭は6番、ギャンブルルーム、デビュー勝ち、ゴールイン、2番手、5番のブルーミンデザイン、3番手、7番、湘南ハウル、その後ろ1番、ダノンスイッチは4番手。